おはようございます。釣り子 TV です。一斉のくるこまね、これを一つ手に入れたので、ちょっと見ていきたいなと思ってまして、くるこまね、名前が可愛いですけども、こういった小型の、ね、スピナーベイトで、まあ、これ名古屋のキープキャストで買うことができたんですけども、ね、イベント限定の金と銀っていうことですね。でよく見るとあのシングルブレードと、2つブレードがついてるのをね、こういうちょっとした違いも、ブレードの違いもあるんですね。で早速じゃあね、見ていきたいと思います。くるこまっていうことで、春先ね、結構いろんな、まあ、ミノーとかね、キクルアいろいろありますけども、一つはこのスピナーベイトじゃないかなってことで、はい、かっこいいね。結構小型スピナーベってね、ほんと1個ボックスに入っていると役立ちますからね。じゃあこれをまず、じゃあ銀色のくるこまっちゅうことで、ここのなんかこのアームの曲がり方がちょっと独特ですよね。こういう感じになってるんですね。で小型な割にこのシリコンは張りのある、ちょっとこのサイズにしては太めでパリッと張りのあるスカートがついていて、で針が結構小型の針がついてますね。でブレード、ハンマードではないんですけども、こう鱗模様な感じが彫られた、こういう独特なブレードなんですね。でブランドの名前一世ってのも入っていて、3番サイズだよっていうことで、こういったブレードですね。はあ、小型なのに結構かっちり作り込まれておりますね。こういった小型スピナベってほんとね、持っていると結構役立つ機会がありますからね。これはいいんじゃないかな。じゃあ、もう一つ、金色、ね、金色も開けていっちゃいたいと思いますよ。結構ガッチリとした、ホッチキスで止められているんで、はい、金色、ブレードも金ですね。すごい綺麗な感じで、やっぱり変わらずね、あの張りのあるシリコンラバーで、で金色の方はこういう感じでダブルウィローので、あ、両方ともこういった綺麗な鱗模様が彫られていて、こっちは2番と3番がついてますね。こんな感じで、で裏に説明とか書いてあったかな、あ、書いてありますね。で市販のやつもあの初回限定は2個セットっていうことなんで、非常にお得なんじゃないかなと思いますが、来るもの拒まず来るこまということで、四季を問わず使用可能なスピナーベイト、スピニング PE セッティングでも使えます。 8g コンパクトヘッドを採用、攪拌効果が高く巻き抵抗の軽いハイピッチブレードを採用しました。よく飛び手早くエリアを探ることができますとで、説明書きが書いてあって、こんな感じのスピナーベイトね、絶対ボックスに入っていると、活躍するんじゃないかななんていうふうに思いますけども、まあ、どういうところ、まあやっぱりちょっと風が吹いた時とか、でも小型スピナーベイトですからね、その強風の時とか投げづらいなんていうこともあるかと思うので、この直近の条件としては、多分あの春先のなんかやっぱり生暖かい雨が降ってる日がスピナーベイト一番活躍するんじゃないかななんて思ってまして、結構なんというか高気圧が張り出してポカポカ陽気のあったかい時って、結構やっぱワームの釣りが有効になってきたりしますからね、なかなか横に追っかけてっていうよりは、まあやっぱりちょっと風があるとか、最高なのは生暖かい雨に南風が、当たっているっていう、こういう時じゃないかななんていうふうに思いますけども、そういった時に、投げると結構活性の高いバスが、いよいよもうハイシーズンということで追いかけて、こうガバッチョッと食って
ってくれるんじゃないかななんていうふうに思いますけどね。何にしてもこう使い出のあるサイズというか、結構ね、最近8分の3オースとか、あとこの前2分の1オースのやつも1個買いましたけどね、重めでバヒョーンと飛ばすスピナベばっかり、持っていたんで、こういう食わせのライトなスピナベっていうのね、昔から名作多いですからね、SR ミニとか、あと D ゾーンフライであるとか、こういった実際に、一番数釣ってるのはこの手のちょっとコンパクトに仕上げられたスピナーベイトがなんやかんや一番、釣るんじゃないかななんていうふうに思いますんでね。でしかも初回限定はこういった感じで、2個セットで販売されているということなので、これからのですねハイシーズンに向けて、使っていくんじゃないかななんていうふうに思って一つ買ってきてみました。まあ何にしてもクルコマこんな感じのすごい釣れそうな、ね、サイズ感と、あとはこの、もうまあシンプルですね。何か特殊なギミックをたくさん搭載っていうよりも本当シンプルで、オーソドックスな釣るためのところの性能に特化したっていう感じのスピナーベイトじゃないかななんていうふうに思います。まあパラパラとね足なんかも徐々に春になってこうちょっと育ってきて、それがね全部生い茂っちゃうとねなかなかスピナベすら通しづらいなんていう時期になりますんでね、あれがまだ新芽でヒョロヒョロってガマなんかをまだヒョロヒョロなんて言ってその隙間、いろいろ通せるよなんていう頃が一番投げやすいんじゃないかななんて思いますんでね、ぜひちょっとこのスピナベを使ってですね春先の、バスをですね狙っていきたいななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り行 TV はこれね、一斉から新しく登場するスピナーベイトクルコマ、これを買ってきてみたよと、こういった動画でした。はい、釣り行 TV でした。